今田美桜、タイトワンピでビスタイルあらわ社長令嬢姿が、スタイル良すぎ、ウエスト細、俳優の今田美桜が社長令嬢の、桐姫、こと黒龍キリカとして出演していた系連続ドラマ、トリリオンゲーム、金曜午後10時の最終話が15日に放送された。番組公式 X では、今田のオフショットを投稿。ファンからは絶賛の声が寄せられている。同作は、ビッグコミックスペリオール、小学館で連載中の同名漫画が原作。スノーマン、目黒蓮演じる、世界一のわがまま男、野春子と天王寺明と、気弱なパソコンオタク、野岳、佐野優と、琴平岳がゼロから起業し、はったりと予測不能な作戦で1兆ドル、トリリオンダラー、を稼いで、この世のすべてを手に入れよう、と成り上がっていく物語だ。15日に最終回を迎えたが、番組公式 X は放送前に、社長令嬢として多彩なファッションを披露してきた今田のオフショットを投稿した。都心のビル群を眺望できる窓ガラスの前で、丸椅子に座った今田。タイトなワンピースにショッキングピンクのピンヒールを合わせたコーデで振り返りざまのピースサインで写っている。投稿では、シャープ出番待ちのキリカ様よりシャープピースをいただきました、シャープありがとうございます、とオフショットであることを明かしている。この投稿には、ウエスト細、スタイル良すぎです、お腹うっす、美しさが半端ないですね、すごいヒールですね、など驚きの声が寄せられている。